25日放送のフジテレビ系ワイドナショー、毎週日曜前10時に三田由里系アナウンサーがコメンテーターとして出演する。昨年3月末の同局退社以来初めての番組出演となる三田アナのワイドナショー出演は2020年1月の結婚報告以来約4年ぶり。三田アナは同局のライブニュースアルファ、ミスターサンデーなど情報、報道番組の MC を務め、看板アナとして活躍。今年に入り、新天地である芸能事務所フォニックスへの所属を発表した。母となり、仕事においても新たなスタートを切った三田アナがスタジオで何を語るのか注目だ。